俊介くん、伊藤くん、立国社共同会派の伊藤俊介でございます。引き続き質問させていただきたいと思います。現在新型コロナウイルスの猛威が続いております。経済的にもかつてない大きな局面を迎えておりますし、国交省管轄でも旅行業、宿泊業、貸し切りバス、あるいは航空、JR、タクシー、トラックなど、さまざまな、すべてにおいてですね、先の見えない落ち込みだと思います。それらの支援に加えて、雇用が維持ができているのか、このことも重要であります。雇用が継続できているのかも、国交省で早急に調査をしていただきたいと思います。また入国後のですね、2週間のこの自主隔離の際、空港での水際の対応から、公共事業、公共交通機関を使わなくてもですね、レンタカーの手配や、あるいは断られることがないようにそのホテルの確保とかですね、そしてまた病院 PCR 検査などその連続性を含めてですね、対策を早急に作らなければ本当に意味で感染者を防ぐことはできないんだろうと思います。重ねてお願いを申し上げたいと思います。それでは延期されたオリンピック・パラリンピックに向けても、先の参考人の意見陳述でも、ピンチをチャンスに変えてという言葉もありました。レガシーとしてバリアフリーが大きく促進するように求めて、質問に入らせていただきたいと思います。まず多目的ベッド付きのトイレの整備状況についてお聞きをしたいと思います。今回バリアフリー法改正において障害者用トイレ等を利用する上で必要となる配慮にかかる国等の責務が盛り込まれております。障害者用トイレについては多機能のトイレ、さまざまな設置が進められている中で、多目的のベッド付きのトイレも重要だと思っております。子どものおむつ替えだけではなくて、高齢者あるいは障害者等を含むより多くの方々がその必要性を共有するものだと思います。私も地元で障害者の事業所を回らせていただき、切実な声をたくさんいただくことがあります。障害を持つお母さんからは、子どもが成長すると介助するのはものすごく困難だと、そしてまた男性の介護士が足りない、不足をしているということも大きな問題だと、男性が介助をしても、もう汗だくでですね、本当に労力のいる、そういった実情をぜひ理解をしていただきたいと、切実な声がたくさんあります。そして外に出かけるときはベッド付きのトイレがどこにあるのか、ものすごく重要だと。ショッピングモールなど買い物に行く際もベッド付きのトイレが併設をしている他県まで、行っていますとおっしゃっておりました。ベッド付きのトイレの拡充と、そしてまたどこにあるのか分かりやすいマップなども求められましたけれども、各自治体でバリアフリーの進捗、あるいは多機能トイレの設置場所なのか分かりやすいマップの作成も進められていると思います。私の地元町田市でも、今日は添付の資料を配らせていただきました。ちょっと細かくて分かりづらい、大変恐縮ですけれども、このマップもですね、私たち地元の町田市は43万人の町でして、旧5課町村で大きく分けると5個の地区に分けられております。その5個の地区ごとに公共事業にどこに設置をしているか、あるいは買い物サービスの分野ではどこにあるか、そういうことが右側の黒い丸印で書かれております。丸印の左からみんなのトイレ、あるいはお住めいと設備、授乳室、多目的シート、車椅子対応駐車場、思いやり駐車区画ということで、丸印等々で分かるようにマップになっております。この右から3列目の列が、多目的シート、いわゆるユニバーサルシートの設置のトイレであります。公共事業、公共施設においては市民センター等、おそらく各1個以上は、あるのかなと思いますけれども、おそらく多くの皆さんが利用したいのは買い物とかですね、ショッピングモール等々に設置がしているところはどれくらいあるかということが現実的に必要とされているんだろうと思います。で、買い物サービスのところを見ると、この旧五ヶ町村43万人の町でショッピングモールではなくて、これはホームセンターが2つだけ設置をされております。そしてまたファミリーレストランに1つ、
そして、ガス会社に一つということで、実情から言うとですね、なかなか買い物に行って食事あるいは洋服など衣服等々を買えるショッピングモールみたいな施設はなかなかなくて、ホームセンターなどに2つだけということが実情であります。まあ、感覚的にも少し少ないという印象だと思っております。まあ、やはり国としてもですね、公共施設のみならず民間の施設においても設置状況を自治体と連携をしてできるだけ把握をする必要があるのではないかと思います。まあ、現在自治体と連携をして民間施設を含めどれだけのベッド付きのトイレ、いわゆるユニバーサルシートの設置ができているのか把握をされていれば教えていただきたいと思います。賀茂総合政策局長。お答え申し上げます。今伊藤先生のご指摘になりました大型のベッドが設置されているトイレでございますが、これに関しましては具体的な数字は現在把握していないところでございますが、各地域におきましてそういった設置が非常に進んでいるというふうに承知しているところでございますが、我々としましては現在こういったベッドがついているトイレ、こういったものをバリアフリー法のガイドライン等におきまして公共事業者や建築物の設計者等に対しましてその設置を強く推奨してきているところでございます。以上でございます。伊藤君。民間施設も含めてなかなか数は発行されていないということですので、ぜひですね、私たち43万人の町ですらこういう状態ですので、全国でどういう実態かということをしっかりと発行していただきたいと。そしてまたユニバーサルシートの設置の拡充をですね、改めて求めたいと思います。次に UD タクシーの改良についてお聞きをしたいと思います。今回のバリアフリー法改正の中でも心のバリアフリーに関し公共交通事業者等に対する役務の提供方法に関する基準への適合義務が創設をされており、 UD タクシーに車椅子で乗車するときのスロープ板の適切な操作について基準が設けられる見込みとなっております。この背景には UD タクシーによる車椅子使用者への乗車拒否が顕在化したことでもありますが、乗車拒否は、実際運転手さんが高齢のドライバーでしたり女性のドライバーでしたり、その労力の問題などありますので、すべてが悪質なものではないと思いますが、しかしその原因としてスロープ板の設置撤去、時にその時間労力がかかること、よりスムーズにできるように適時研修等の必要性も言われているところであります。やはり長期で見ればスロープ板のその工程が60ぐらいから20ぐらいになったとはいえ、日産、トヨタなどメーカーによっても異なるとは思いますが、長期で見たときに新たにこの工程の少ないスロープ板の改良または車両の開発をしていくことは必要なんだろうと思います。またそれまでの間は乗車拒否が軽減するようにスムーズな設置撤去の研修だけではおそらく難しいのではないかと思いますので、何らかのインセンティブも必要ではないかと思います。乗車拒否を軽減するための事業者へのインセンティブに対してお考えをお聞かせいただきたいと思います。一見機動車局長。お答え申し上げます。タクシーの乗車拒否につきましては道路運送法で、これは禁止をされておりまして、悪質な事案については監督処分などを行っております。ただUD タクシーの場合ですね、さまざまな要因で乗車拒否が行われているというふうに私ども考えております。例えば委員のご指摘もありましたが、まず構造、これについてはメーカー車両メーカーが歯止めの対策を進めておりまして、去年の3月に63工程必要だったものを24工程に縮めるなどを行っています。また知識、これにつきましては先ほどもご答弁申し上げましたけれども、バリアフリーの車両の補助を出すにあたって年に2回以上の研修を位置づけをさせていただいているところでございます。それから給与の問題もございます。これについても改善を求めているところです。さらには、進んだインセンティブといたしまして、3月18日に関東運輸局で、取り組みの優れた優良な運転手さん31名を表彰させていただきました。でこの表彰をですね、
例えば全国に広げるというようなこと、また今回の表彰は事業者の方々から推薦をいただいた方を、表彰いたしましたけれども、例えば当事者団体の方からも推薦をして、いただいて、例えばバリアフリーマイスターというような称号をお渡しすることによって運転手さんの励みになしていただくということも考えさせていただきたいと考えております。伊藤君。ありがとうございます。実態として4分の1、乗車拒否されたという調査も、団体の中からある中でですね、なかなか乗車拒否は減らないんじゃないかなと、そのようにも思いますけれども、さらに努力をしていただいて、まずは運転手さん含めその研修等々のですね、徹底をしていただきながら、事業者へのさらなるインセンティブ等々もですね、考えていただきたいと、思います。そして次に、鉄道などですね、公共交通機関での障害者の皆さんによるその IC カードを使った割引制度についてお伺いしたいと思います。現在関西では障害者の方が介助者と一緒に、鉄道等に乗車をする際、障害者手帳を見せることもなく IC カードで割引制度を受けられております。関西地方の公共事業者で構成をするスロット関西が発行する IC カードであります。障害をお持ちの方々や団体の皆さんからは障害手帳を見せる出すことも心情的に良いものではなくて、また手続きの煩雑さや時間なども鑑みて、関東圏でもスルッと関西同様のシステムの導入が求められていると思います。昨年の11月の27日に国交委員会にてすでに赤羽大臣にも11月の1日障害者4団体等から申し入れがされていると思いますし、11月の15日にはすでに関東圏鉄道事業者33社を集めて、関西圏と同様に導入を進めるように検討を求めたところ、責任を持ってフォローしていかなければならないという答弁をされております。また3月10日の国交委員会では、多分技術的なことということも検討がされているのだと思いますが、必ず実現できるように指導要請をしていきたいと答弁をされております。大臣も非常に前向きにですね、取り組みをされていることに本当に感謝申し上げたいと思いますが、その後の進捗について大臣お聞きをしたいと思います。赤羽国土交通大臣。今伊藤委員のお話通りですね、昨年11月1日に、公明党 バリアフリーのプロジェクトチーム、岡本委員がいらっしゃいますけどの段取りで、障害者の団体の皆さんから、IC カードがこれ関東圏は使えないというご要望をいただきました。15日におっしゃって、関東圏の33鉄道事業者を集めましてですね、関西圏同様に、こうした導入を検討を依頼したいということを申し上げたところでございます。27日にもこの委員会で岡本委員から同じ質問をいただき、2月の10日だったかな、参議院の方の3月10日の国土交通委員会でも、我が党の宮崎参議院議員からも同様のご要望をいただいているところでございます。これは1回だけ会合しているだけじゃなくてですね、西日本でもやっていることですから、東日本も同じようにやっていただきたいと、若干の物理的な多分システムを云々の時間があるとは思いますけれども、これ必ず実現していただくようにですね、今実務的な議論を進めているところでございまして、しっかりとしたいい報告ができるようにこう考えているところでございます。伊藤君。ありがとうございます。まずは鉄道にですね、導入がされるとまた横展開もあるかと思います。地元でもバス等もですね、導入してほしいという声もありますが、まずは鉄道のところだと思いますので、ぜひシステムの導入に向けてですね、強くまた要望させていただきたいと思います。次に飲食店のバリアフリーについてお聞きをしたいと思います。大事な観点ですので質問が重なるところがあるかと思いますが、国交省が2019年8月にまとめた2000平米未満の店舗飲食店のバリアフリー化実態把握に関する調査結果によるとですね、300平米未満では日用品販売店舗は 13.7%、 飲食店では 14.1%、
食堂または喫茶店では 9.8% と、新築の店舗でも8割以上がバリアフリー化されていない実情だということであります。現在の国の2000平米という基準はやはり現状から言うとですね、合っていないではないかなと、そのように感じるところでもありますが、今回なぜこの基準が改めて下げられなかったのかということも認識をお伺いしたいと思いますし、合わせてバリアフリー法で2000平米未満の店舗にはバリアフリー整備義務がないこと、加えて各自治体の条例で定めているところはですね、20にとどまっております。まだまだ少ないと思いますし、バリアフリーを理解していただき広めていくためには、すべての自治体で議論していただき条例で定めていくのが望ましいと思います。国から強制することはできませんけれども、条例を定める自治体がどのように増えていくか、促進をしていくのかをお伺いしたいと思います。またさらに加えて2000平米以上の特別特定建築物に整備義務が課せられておりますが、店舗内のバリアフリー整備基準がないことも引き続き問題だと思います。店舗内の整備基準を策定すべきだと思いますが、合わせてお聞きをしたいと思います。真鍋住宅局長。飲食店のバリアフリー化についてのお尋ねをいただきました。お答え申し上げたいと思います。飲食店や物販店舗などのいわゆる店舗でございますが、今ありましたように2000平米未満のものについてはバリアフリー法に基づく基準の適合義務が課せられてはございません。でこうした小規模店舗につきましては、大規模なものに比べますと敷地や空間構成上の制約が大きいことなどを背景に、昨年実施した実態調査によりますれば、新築などを行った小規模店舗のうちバリアフリー基準に適合しているものは約2割となってございます。こうした状況の中、小規模店舗についてバリアフリー基準を全国一律に義務付けるということにつきましては、関連する省庁や業界からも事業者への経営の影響も大きいということから、慎重な検討が必要とのご指摘をいただいたところでございます。なおバリアフリーの適用義務付けの対象規模でございますが、ご指摘をいただきましたように条例で引き下げることが可能でございます。国土交通省では公共団体に対しまして地域の実情に応じてこうしたご検討いただくように要請をしているところでございます。ちなみに飲食店を取り上げてみますと、条例によって対象規模を引き下げている自治体は現時点で8都府県6市区となってございます。こうしたすでに条例を制定している地方公共団体に取り組み状況などを詳細に提供するというようなことで横展開を図るという観点から、引き続いて地域の実情に応じた条例の検討につきまして働きかけをしてまいりたいと思います。また併せてご指摘のいただきました店舗の内部についてのバリアフリー化についてでございますが、今年1月に学士経験者、高齢者障害者団体、事業者団体などで構成される建築設計標準の見直しのための検討会を立ち上げました。コロナ禍のメインテーマといたしまして、小規模店舗を効果的にバリアフリー化するための知見、あるいは優良事例をガイドラインとして、令和2年度中にまとめるということにしてございます。この中で店舗までのアクセス経路にとどまらず、店舗内のバリアフリー化を進めることが重要とのご指摘もあったことから、このガイドラインの策定にあたりましては、障害者団体などの皆様の意見を丁寧に伺いながら、店舗内におけるバリアフリー上の工夫、あるいは有料事例も合わせまして、積極的に盛り込んでいきたい、それをまた業界団体や公共団体にも周知してまいれればというふうに考えてございます。伊藤君。ぜひこれまでなかなか進んでいないところもありますので、今日大臣の答弁でも、少しずつこれまで前に進んできたというご答弁いただいております。大きく変わってきたんだろうと思いますけれども、日本では特に建築物のバリアフリーが遅れていると思います。まず新しい建物からでも適用することでですね、必ず10年後、20年後の景色が変わると思います。それをやるのがまた政治の責任だと、仕事だと思いますので、ぜひ前に進めていただけるようにですね、改めて、求めたいと思います。そして次に、今回関連をして創設をされる障害者等への
サービス提供について国が認定する観光施設の情報提供を促進する制度として必要な措置を講ずるとあります。具体的に何をするのか検討されていればまず教えていただきたいと思います。観光庁田畑長官。近年我が国におきまして高齢者障害者等であります旅行者の数増加しておりますが、旅行者は旅行先での土地勘もなく現地の施設のバリアフリーに関する情報入手が特に重要になっています。このため高齢者障害者等の方々がご旅行中に利用する宿泊施設や飲食店等でバリアフリー化に取り組む施設を国が認定をし、これらの施設のバリアフリー対応に関する情報提供を促進する仕組みを創設することといたしました。具体的な制度内容につきましては関係団体等のご意見を丁寧に伺いながら検討を進めてまいりますが、施設側の工夫や取り組みによってハード面でのバリアフリー機能が補われ、利用者が施設を気持ちよく利用できるような仕組みにしたいと考えております。伊藤君。こういう制度の促進の中にそらく当てはまるのかなと思いますが、今飲食店とかホテルあるいは美容とかあらゆるですね業種において民間のサイトアプリがあります。私も日々多くの皆さんがお使われていると思いますが、民間ともですね積極的に連携をしていただいてバリアフリー対応点が分かるようなですね情報提供、そしてまたコスト的な支援も含めてですが促進をすることはかなり有効であると思います。東京都では最近3月の27日にできた誰でも東京というサイトではバリアフリー対応点として東京では51件、これ飲食店だと思いますが新宿ではまだ5件の掲載だそうです。なかなか行政のですねこの発信というのはなかなか限界があると私も思いますし、すでに民間のサイト等々ありますので、例えば民間で言えば食べログなどもすでにバリアフリーの対応点が掲載をされていると思います。障害者の当事者の団体からはですね、かなり間違った掲載も多いとの声があります。事業者にこう正確なですねバリアフリーが理解がされていなくて対応点だと思って記載をしているそんなケースも多々見受けられます。改めて正確にバリアフリーの理解が深まるように事業者への周知を図る手立ても必要だと思いますし、また国も積極的に支援情報提供も含めて連携をした方が効果的だと思いますので、この点をお聞きをさせていただきたいと思います。田畑長官。認定をいたしました観光施設が自らのウェブサイトでバリアフリー情報を提供するということだけでなく、ご指摘あります、バリアフリー情報をこの必要としている旅行者に必要な情報を効果的に伝えていくということのためにはこの情報の紹介に長けた民間事業者のご協力を得ることが必要であります。具体的にはご指摘もありましたいろいろなサイト、多くの旅行者が宿泊施設や飲食店の情報を探すために普段から利用している予約サイトや検索サイトにご協力をいただいて旅行者にとってより分かりやすい形で効果的に情報が提供されるよう工夫をしてまいります。また利用者の視点からどのようなバリアフリー情報が必要とされているのか引き続き関係団体等からも丁寧にご意見を伺い民間事業者の皆様に共有をしていきたいとこう思っております。民間のノウハウとネットワークを活用しながら高齢者障害者等である旅行者にバリアフリー情報がしっかりと届く仕組みとすることができるよう努力をしてまいりたいと考えております。伊藤君。ぜひ有効なことだと思いますので重ねていますけれども行政がこう作成するよりもですね、もう多くのユーザーが利用しているあらゆるサイトやアプリなどの連携で多くのスピーディーに成果を出していただくことを具体的な検討をお願いします。大臣お願いします。赤羽大臣。昨年秋にですね、G20 の観光大臣会合が北海道の倶知安町でありまして、
そこの中でですね、3件の民間の方からプレゼンスをしていただきました。そのうちの一つが、ウィーローグという、障害者の女性が やられている、そうした紹介サイトを経営されているところでございまして、大変民間の事業者の中でも当事者でありますので、非常に評判のいい、で我々国交省から見てもですね、しっかりしたところだと、まだそんな大きなところじゃありませんけれども、そうした障害者の皆さんに自らやられているところもですね、ちゃんとしっかりと汲み取りながら、国交省として支援はできるわけでありますので、しっかりそうした支援をしてですね、そうしたことを展開していくということが、先ほどちょっと移動権のご答弁の中でさせていただきましたが、法的なことをやることと同時にですね、そうした実態論を進めていくということが非常に大事だというふうに思っておりますので、力点を置いて頑張っていきたいと思っております。伊藤君。大臣ありがとうございます。前向きな答弁いただきましてありがとうございます。ぜひ促進をしていただきたいとお願いしたいと思います。最後にですね、ホテルのバリアフリーについて、お聞きをしたいと思います。ホテル等のバリアフリーの環境一層の整備を進めていくために、現在の法令では 1% 以上と、国際的には 3% から 5% と言われている中において、バリアフリールームの設置率のさらなる引き上げが課題だと思います。で、一般客室のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化をより進めていく必要性があるとも思います。また併せて補助等による支援のほか、バリアフリールームの稼働率が低い原因としてですね、その分析もしっかりとしていただくことと、そしてまた稼働率が良い事例があればですね、そういったものも情報収集をしっかりとしていただいて、ご展開をしていただきたいなと思いますが、その点ありがとうございます。教えていただきます。真鍋住宅局長。ホテルのバリアフリー化についてお尋ねいただきました。まずはホテルの客室についての車椅子使用者用客室の設置基準についてでございます。国土交通省におきましては、平成29年の10月に学士経験者や障害者団体等から構成される検討会を設置いたしまして、ホテル旅館の実態調査、諸外国における基準の内容、障害者団体からのヒアリングなどを行いまして、平成30年の6月にその検討結果をまとめてございます。この結果を踏まえまして、30年の10月にバリアフリー法に基づく政令を改正いたしまして、一定規模以上のホテル旅館の建築等を行う場合には、従来車椅子使用者用客室を1室以上、1部屋以上設けることとしていたところ、昨年の9月からは建築等を行う客室総数の 1% 以上の設置を義務付けるというふうに規制を強化したところでございます。海外におけるバリアフリー化の基準につきましては、浴室やシャワー設置がないものなども含まれているので、一律に比較することは難しいだというふうに考えてございますけれども、まずはこの昨年9月に施行された新たな基準を的確に運用するということが大事かと思ってございます。またホテルのバリアフリー改修についての支援策も用意しておりますので、そうしたものの活用も含めまして、バリアフリー化を総合的に推進する必要があると考えてございます。また稼働率についてお尋ねをいただきました。これにつきましても、平成29年10月から12月に行いました調査結果によりますと、一般的には車椅子使用者用客室の稼働率は客室全体の稼働率に比べますと2割程度低いという傾向がございます。さまざまな要因が考えられるところでございますけれども、誰もが利用しやすい魅力ある空間整備に努めていただくことが大事ではないかということで、関係団体に要請してございます。平成31年3月には、多様なニーズや宿泊施設の特徴に対応した客室モデルのバリエーションの追加などをガイドラインとしてまとめまして、これを公表したところでございます。去る3月の25日に、国土交通委員会の先生方にご視察をいただいたロイヤルパークホテル東京羽田につきましては、車椅子使用室客室についても内装の色彩などに工夫を凝らすなど、デザイン性を高めたものとなっているというふうに承知してございます。こうした工夫を横展開するのが非常に重要かなと考えてございまして、今後そうした対策についても努めてまいりたいと考えてございます。伊藤君。
ありがとうございます。ホテルの一般客室のユニバーサルデザイン化と、国際基準に向けてですね、進展していくことを求めて質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。次に。